一番右上戦績をご覧いただきたい。僕今2999戦している。2999戦していて、これ3000戦目なんだよね。3000戦目だから放送でやろうって意気込んでいるんだけど、それなかなか確かになかなか叶わないな。これがランクマ中将星1、とんでもねえや。じゃあ中将星1の君から見て、このエピオン、僕も中将星1だから十分君と対戦する可能性あるよね。十分君と対戦する可能性がある。このエピオンが君の前に立ちはだかった時、君このエピオンに勝てるか、僕のエピオンに。これがランクマにいるっていうことをまた君には再認識していただいていいかい、これ。まずこのエピオンが今ランクマにいるからね、みんな気をつけて。恐ろしいよこれ。殺人鬼エピオンがいるから、動くやつ何でも切るから、このエピオンは何でもぶった切るよ。中将でエンジョイやってる？君もだよ、君も。中将の君もこのエピオンが君の前に立ちはだかるんだよ。勝てる？今から見せるけど、これ。私にエピオンを託しただろうな。私はどこだ？まずこのエピオンだ、このエピオン。いや、怖いな。3000戦目、絶対に勝たなくてはいけないぞ。3000戦目。絶対に負けらんない。絶対に負けらんない。247コンボか、これで。オッケー。いや、しかし。全く問題ないか。うまい！それでこそ。いや、味方の耐久がちょっとだけまずいか。味方の耐久がちょっとまずいというのもちゃんと見えている。いいよいいよ、前出ていいよ、前出ていいよ。君が前に出ていいさ。了解了解。僕半角あるから大丈夫。よーく見て、あいつやるから。完璧でしょ？これ危ない！見えているぞ！君の動き。まずこっち落とすよな。この動き。このエピオンに勝てるか、みんな。これみんなに問いたい。このエピオンに勝てるか、みんな。素晴らしいよ。わかる。この最強のエピオンに勝てる。多分今日本、いや全国、全世界、このゲームをやっているエピオン中のエピオン、そのトップに君臨しているのがこの中将隊にいるリトマスということを、みんなここで再認識していただきたい。震えていただきたい、みんな。みんな震えた？このエピオンを見て、もっかい行くか、おかわり行くか、もっかい。マキオン、エクバ2、クロブの順番だから、クロブが最新作で合ってる？ありがとう。わざわざ書いていただかないと僕も理解できないってのは、僕としても、不甲斐ないが。リトマス的に一番強いと思うガンダムは何でしょうか？一番強いのはね、リアルで言うと、ホットスクランブル強いんじゃないかな。ホットスクランブルが、あ、設定的な？設定上だったらあれじゃない、ターン、A とかになるんじゃないかな。このゲームだったらホットスクランブルガンダムはすごい強いと思います。ホットスクランブルだ。怖いわー。ただのエンジョイでいいですって。そう、君がこのランクマにまた復帰しようもんなら、このエピオンが君の首を切り落とすわけよ。そう認識したら、それ怖くて、もう復帰なんかできないよな。まず、このエピオンが怖くて復帰ができないよな。まず。これ危ないね。はいはいはい。こうやってやらせんのよ。完璧完璧。
ちょっと味方が、それは前からはいはいはい、申し訳ないね、君の HP をもうこれで500削ったわけだ。それを拾うか、しかし君オーバーヒート、くそー覚醒技間に合わなかった。素晴らしい味方を持ちました。完璧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 、危ない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 、縦してたら終わってた、縦してたら終わってた。交代するって、前に出てだって。じゃあ僕前に出るよ、ありがとう、行ってくる。それは狙ってもできないでしょ。君一流のスナイパーだな。これ終わり。君一流のスナイパーで。僕一流のエピオンで、君が一流のスナイパーだよ。それはお上手。まず誘導切るよね、これで。ありがとうありがとうありがとう、危なかったね。エピオン怖えって、敵からしたら多分もう震えながらやってる、敵は恐怖で恐れおののきながらゲームしてる。でも僕のエピオン負けないんだ。もう一回言っていい？3連勝したらもういいでしょ。3連勝したらさ、僕のエピオンが本物だってことわかるでしょ。2連勝まではまぐれあるから。この放送大元帥のエピオン使いに聞かれてたら、いやいやいや、コテンパンよ、コテンパン。来いよ、来いよ、来いよ、来いよ。大元帥来いよ。大元帥来いよ、ほら。来いよ、俺と戦えよ。俺と戦え。めちゃめちゃ二流の雑魚の煽り方するじゃん、雑魚の煽り方しちゃう。雑魚の煽り方しかできない。まずこれね、そいつの特格の強判定で、僕のこのエピオンに判定勝ちできるんじゃないかみたいな、そういう画策してるんだったら、まず君 そのスパローは僕に勝てないよ。特格の判定でエピオンに勝てるからみたいな、そういう考えを君してるようだったら、まず君のスパローでは僕のエピオンに勝てないんだけど、まずこれちょっと不穏だよな。ちょっと不穏だよな。そっちやるか。これだよね。もう約束されていた。約束されていたのさ。君の HP をもらうよ、もらうよ。君をまず落とすよ。僕先落ちもらうよ。僕先落ちもらう。これまずいか。味方が先落ちするとまずい。それをカット間に合ってしまうのも一流のエピオン。一流のエピオンでなければまず間に合わなかったでしょう。前に出ちゃいけない。ここは僕に先落ちを譲るんだ。いや、君に任せていいのかもしれない。僕いい格だしね。勝った。全てつながっているのさ、僕の行動は。これ実力だっていうことをみんな認識したところで、みんな多分今日怖い夢しか見れないんじゃないかな。この後眠りにつく方もたくさんいると思うけど、今日多分怖いエピオンに切り刻まれる夢をみんな等しく見るんではないかな。すまないね、みんなに悪夢の提供を約束してしまったけど、これまず申し訳ないな。これまず謝っておく。僕は真摯にみんなに謝罪させていただく。怖いエピオンを見せてしまってほんとすまない。手加減ができなかった。
ルーム作ったら誰か来てくれる？タイマン、タイマンにする、タイマン。誰か僕のエピオンとやってもいいよって人いる？僕のエピオンと手合わせしてもいいよって人いたら、そういう寛大な人がいたら入っていただきたいが、興味本位で、興味本位で僕のこれだけ強いエピオンだっていうことを認識した上で、このエピオンと戦ってもいいよっていう人がいれば、どうかな、どうかな、いるか、そんな物好きいないか、みんな怖くて入れないか。そりゃそうだよな、あんだけ強いの見せちまったら、そりゃそうだよ、命知らずが来たわ。命知らずが来たよ。みんな、みんなまずこの対戦相手を今から僕はみんなの前で血祭りにあげて恥ずかしめて殺すわけだが、それでも構わないか。晒し首にするわけだが、それでも構わないか。この世で一番残虐な放送になるぞ。行くぜ。おい、スサノオ？僕エピオン使ってスサノオに負けたことないけど。これほどまで。君はキャラクターの選択を間違ってしまったようだね。わかるか？今ヘビとカエルの関係性だよ。僕がヘビ、君がカエルなんだよ。これ天敵ってことよ。わかるか？君に勝ち目は全く1ミリもないということが、 1% も勝ち目がないということがわかっているか？焦った。これはかっこいいの、かっこいいの来る、かっこいいの来る、かっこいいのが来る。そんなことされたら僕としても黙ってはいられないよね。オッケー、建物ごと行きとけっての。先に落としちゃうよね、そりゃ。もらうわ、もらうわ。せこくてごめんね。スサノオか。いや、スサノオも十分ね、使ってて楽しいんだけど、いや、しかしこのエピオンにはさすがに勝てないって。純格闘機であるこのエピオンにはちょっと不穏か、ちょっと不穏だったな今。やばい。終わりたくない。14しかない。この作戦は失敗だ。なぜにこうも。作戦は失敗です。フトレマイオス2、現地駅より緊急離脱。これ引退か僕。散々叩けるだけの大口を叩いて。この低たらくでは。いやいやいや、いやはやいやはや、みんな一回ずつ、そうだね、僕のエピオンと戦おう。一戦目からあれじゃ幸先悪いんだけどな。いやー、そういえばは結局ゴール、あ、ゴールド2まで行ったんだ。すげえじゃん、すげえじゃん。僕ゴールド4。確かにトレー、僕ゴールド4だった。ケンさんありがとう、今のバトルよかったよ、よかったよかった。いや、よかったわ。よかったよかったけど、君と僕との間に若干確執が残ってるね。若干確執が残ったが、え、判定で負けたんだけど。オッケー、拾うよ。それは。いや、無知はずるいか、無知はせこいか。無知はせこいか。だって無知やったら俺完封しちゃうもんな、ドワンザクは。無知やったら、無知はせこいか、ごめん。無知はせこいわ、これは。せこいな。ごめん、これは覚醒を食い潰す。覚醒を食い潰すしかないって。
それは相当いて、相当いて、しかも落下まで、これ相当使ってるな、相当使っているね。いたたたた、これ強制ダウンからの完璧だ。よーし、もう3000コストを奪っているわけだから、敵のコスト3000奪っているわけだから、これは僕としてはリターンがでかい。これは落としたか。いや、うまい、うまい、それ、うまい。何何が起こったの、何の爆発、これ何の爆発だったの、今もらってた僕、あの308なくなってんだよ僕の体力手品みたいに消えた、消えたのよ。なんか何でも物消す手品ってあるでしょ、何でも物を消しちゃう手品みたいに僕の体力が308消えたのよ。これもらってた僕、学生技もらってた、一瞬の出来事だったけど。この覚醒でどっちが強いか決めよう。よし、それはこれどっちが勝つか分かんねえぞ。真剣勝負だな。俺は剣でいくよ、ラストは男らしく。いや、君パラパラ巻いてくる、パラパラ、勝ちにこだわるか。さすが、さすが戦士だな君は。剣が早い、覚えておけ。接近戦ではナイフの方が早い、覚えておけ。熱かったな今の今のバトル熱かったな。僕のエピオンザクと同じくらいの強さだってことが分かったよね僕のエピオンの強さはザクと同じくらいなんだ君がライバルだったんだ、君のザクが僕のエピオンとライバルなんだよ。挑戦したいって、来て来て来てちょうだい、来てちょうだい。ホットスクランブルガンダムは昔のゲームに出てるスクランブルガンダムっていうガンダムを名人川口っていうビルドファイターズのキャラが改造した機体、スクランブルガンダムってのがいたんだ昔。あ、それ知らんかった。ホットスクランブル出てるやつ僕知らないんだよね。豆知識だね。確かにトレーブルだ。豆知識だ。私にエピオンを託した。ゴールド4、隊長と一緒、一緒。お揃い、お揃い、お揃いだ、お揃いだ。気が合うな、気が合うな。君と僕は気が合うな。爆発入ってた、爆発。やっぱ爆発入ってた。拳の爆発が入ってて、僕の体力308がマジックみたいに消されてた。あれマジックじゃなかったんだ。本当に現実に起きてたんだ。お、いや、何、オッケーじゃない。何もオッケーじゃなかったんだ。タイマンリベンジしたい。いらして。バイオ4のレオン、バイオ4よくご存知で。まず僕の左下のオンライン ID 注目していただきたい。リトマスバイオ4。ここにバイオ4と名前入れてしまうほどのバイオ4ファンであるということを一度認識していただきたいよね。僕バイオ4は1000時間以上やってるから、この世のゲームの中で一番やってるから。これは落とせないな、これは落とせない。残るでしょ、オッケー発生勝ちよ。それはもらいたい。くそ、これは何だったんですか今の今の何だったんですか。あー、やめて。危ない、盾も間に合わない。もう1コン入れたいな、もう1コンボ、もう1コンボ入れたい。
敵にもう1コンボ入れなくては。体力的にリターンが危ない危ない。ここで死にたくない、削られたくない。もう1コンボ完璧。僕のドアンがあって君のドアンは一流だったよ。僕が保証するって。一流だった。正直言ってどっちが勝ってもおかしくなかったって。あのバトルは見てる人もみんなそう思ってるよ。あと君の手品も見れたしね君の手品も見れたから、僕の体力を308一瞬で消しちゃうマジックもショーとして完成されてたでしょ。それ危ないな。しかしプレッシャーを使った君にもうプレッシャー武装はないだろ。今プレッシャーないから、相手プレッシャーないから今行こうぜ。これやばいんじゃない？ちょっとやばい。ちょっとやばい。あれ？プレッシャー溜まった？よし。焦ったね。これ使っとこう。あと40秒で君の命借り尽くすよ。開幕でプレッシャーは使えないでしょ、さすがに。さすがに開幕プレッシャーはないやろ。そんな優遇されたキャラじゃないでしょ。オッケー、はい、俺の勝ちー。私が滅んだとしてもミッションプランを達成します。遺言がダサかった。なんか怠慢になった瞬間に途端に雑魚ないが僕途端に弱くなってるな。自分はバイオ2ノーダメと、初代バイオノーダメと、バイオ3ノーダメ嘘でしょ。ガチプレイヤーじゃん。あ、ガチプレイヤーだ。バイオ4は普通にクリア。バイオファーも結構むずいっしょ、普通にクリアも。やば、僕よりガチのバイオプレイヤーいたわ。僕も放送でバイオの話しねえわ。恥かくから恥かくから。だって僕なんて今コードベロニカ初見プレイしてるコードベロニカ今さらやっと初見プレイしてる人だからな。僕その程度だからな恥ずかしい恥ずかしい。あ、かわっついかわっつい、恥ずかしいよ。待ってくれ、バルバトス、僕エピオン使ってバルバトスに負けたことないよ、正直言って。それはマジで、いや、エピオンに勝てる武装が一個もないでしょ、バルバトスなんて。尻尾がちょっとうざいくらいであって、武装としてはな、武装としては何もいいことないぜ君。その尻尾待機状態を僕はなんとか耐えて耐えてだよな。危ない危ない。ここもらうよね。シャシエス冷めてんな。痛い、なんてこった、やりやがる。危ない危ない。エピオンに対してドアンで挑むこと自体が異業で確かにな。男の中の男だよね。よーし、高火力コンボで敵が焦るわけよ。で、焦って突っ込んできたところをこう狩るっていう、そういうスタイルだから僕。え、なんで？わからないよ。わからない。なぜ負けた？僕の特格が。これをもらいつつ、これ飛び越しちゃうから僕あ、痛い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 。やばいやばい、危ない危ない。キャッツァ一流のルプス使いか。しかしこの根性補正が入ったエピオンというのはこの世で一番怖いぞ。地震、雷、火事、親父の次に根性補正の入ったエピオンが怖いと聞く。
これ相当なダメージが、相当なダメージが、これでもう500は入るぞ。これで500が入る。危ない危ない、一回これで飛び越してからこれが入るよな。危ない、気を抜くなよ。あと100秒ある。料理する時間は十分さ、十分あるのさ。この機動力、この格闘判定の広さ、天敵なんだよ。さっきも言ったでしょ、蛇とカエルの関係性なんだよ。絶対に乗り越えられない壁がある。キャラ相性があるのさ、この間に。ありがとう。フラグ回収。さっきの俺の勝ちだっつって死んだやつ。いやマジでもう今日の放送もアーカイブ消すからね。恥ずかしいシーンが一瞬でも映ったら僕はその放送のアーカイブを限定公開にして見れなくするのさ。僕は、いやダメだよ、もう見れなくするから、これ見れなくするからね、みんな。対戦ありがとう、地味な試合になってたって。いや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 、あの読み合い熱かったぜって、プレッシャーとかね、やっぱプレッシャーがあるとこのエピオン途端に怖くなるんだよ、攻めるのが。その読み合いが楽しいんだよな。対戦ありがとう、レックスダメだったって。いやレックスはね、僕めちゃめちゃ得意なのよ、レックスを相手にするのが得意な割にちょっと怖かったよ君のレックスは。さすが手だれレックス。僕も負けじと、負けたくないからもっとエピオン練習するわ。ノーダメで勝てるくらいになんないかな。レックスには相性いいから。佐藤中さん、こんばんはって、こんばんはいらっしゃい。エピオンを、みんなに見せつけてんの。オッケー。今エピオンみんなに見せつけてたわ。こうやって。ああ視聴者切り刻むの楽しい、視聴者切り刻むの楽しいわ。この、俺の視聴者どもを切り刻むのが、これ楽しい。これ日課にすっかな、もう。これ日課にしようか。毎日1視聴者ずつこう切り刻んでいく。やべえ。後ろジャンプ派生ばっか食らってる。はい、どうも。お返しですよ。何？そりゃ運が良かったね。死なない死なない死なない、生きて生きて生きて。やべ、やばいやばい、危ない危ない危ない、なんでなんで、何が起きてんの。それは怖いわ。読み合い全部負けてるぞ俺。まだ死なない、まだ死なない、君の火力じゃ僕を殺せないよ。汚ねえ。初心者の横ムチじゃん今の。横ムチ2連ってエピオン使ってて、横ムチ2連って初心者のエピオンじゃんそんな。やばいやばいやばい、今顔面が来る、顔面が来る、顔面、壁なんだけど、もうこっち壁なんだけど、立て立て。このゴッド、なんだこのゴッド、大将いじめに来たんか、僕いじめに来たんか。僕が怖い夢見ちゃうよ今日。ゴッドにずっとジャンプコンボやられてる夢見ちゃうよ僕も。嫌だな今日、多分寝つけないわ、多分寝つき悪いよ今日。寝苦しいだろうな今日、うなされるんだろうな、嫌だなもう今日は。もう朝までやるかゲーム、今日寝たくないよ、怖いよもう今の見せられたら。
フォード・ベロニカも一応ノーダメで、あれノーダメでいけんの？やば。よし、これキリアさんね、リベンジ。次ララパさん、対戦ありがとう。対戦ありがとう。めちゃめちゃ強かった、ゴッド。ゴッドめちゃめちゃ強かった。天狂拳で殺されたよ。盾出なかったんだ。手震えてたんかな、僕手が震えてて盾が出せなかったのかな。天狂拳でやられたよ。この貧弱の細腕状態のエクストリームガンダムを僕はいたぶりたい。それだよな。これ入るんだよな。ごめんな。それはうまい。やめて。よみがえるゴッドが、ちょっとゴッドを彷彿とさせるんじゃないよ。パンチコンボやめなさい。パンチコンボ、僕にその恐怖を植え付けるんじゃないよ。これは負けられないぜ。なんだなんだ、僕のこの軌道上の行動範囲を狭める青い球を出してくるぞ。それうまっ。それだけ。おい、一芸見せるなって。一芸を一芸を披露するんじゃないよ。そんなそんな見せつけられたらさ、もう負けたくないよ、負けたくない。しかし君、ブースト残量が、知らない、知らない、知らないぞ。オッケー、完璧さ。どうやら調子に乗ってしまったようだね君。判定で負けた。生の前角じゃ勝てない、それを知っただけでも十分な収穫さ。オッケー、読んで判定がわからんから、やっぱ無知で先手を取るしかないか。盾して、これは一回逃げるか、一回逃げるか。オッケー、完璧。あと敵の横投げをジャンプで回避するというこの熱い展開、それをジャンプで回避しつつ、あぺぺぺぺぺぺぺあぺぺぺぺ、特殊格闘派生やめてくれ。見せつけないでくれ、僕にそういう一芸を見せつけないでくれ。特殊格闘派生っていうその補正が緩い優秀な格闘をぶつけないでくれ僕に。誘導を切っておいて、横投げが来るよね。それを飛び越えようとするんだけど、近すぎるとふわっとなんないんだよね、このエピオンの格闘は。その後の横投げでしょ、これ倒す。 OK、 落とした。200勝ったわ、すまないな、勝ちました、勝っちゃった、勝っちゃったかも。これは倒せないけど、いやワンコンもらったら負ける、ワンコンもらったら負けるぞ。あぶねっつーの、ヤホーイ。あぶねー、あぶねー、あぶねー、あぶねー。おマジで、あの覚醒技もらってたら電源切ってたわ。勘弁してくれ。そう、なんか僕を追い込むの勘弁してくれ。そのこれ当たったら終わるぜみたいな盛大なさ、小林幸子みたいなのやめてくれ、その盛大なやつ。エキシビジョンマッチ、エキシビジョンマッチです。いやー、まあラストは勝ったっていうことにして、これ勝敗全く関係ないバトルやって終わろう。エキシビジョンマッチ、宇宙一強いウィング、宇宙一強いから、宇宙一。戦闘レベル2と確認、排除開始。行くぜ味方、目標この宇宙一の、宇宙一の、これ入ってるもんな、まずゲロビが入ってるもん、まずお前に任せ、まずゲロビ入ったもんな。右行く、これで外に
そこもう一回入るもんね。これ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 、そこにゲロビオ、危ういな、危うい危うい。しかし味方がいい格闘を入れている。それダウンを取る。そう、助けてありがとう。いい味方を持った。いや強い強い強い、味方がめっちゃ強いぞ。これは勝ったな、これは勝ったわ。張り付いて撃つだけ。ナイスナイス。シュー、そこ、これ不穏か、これ不穏か、これこれ不穏か。すいません。まず僕が先に押した時点で勝ちの目がだいぶ薄くなっていたのには気づいたよ、正直。ということで、もう0時も回ったんでね、今日の放送はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またしばらくしたらね、ガンダムやろうと思うので、お付き合いいただける方はまた遊びに来ていただけると嬉しいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それじゃあ、さようなら、バイバイ。はあ、放送は終わった。放送は終わった。いやー、今日もいい放送だったな。今日もいい放送だったよ。実力を全部出し切ったしね。最高のバトルをしたから、もう何も思い残すことないから、ぐっすり眠れるわ。今日もぐっすり。いい夢。まだ夢を見るには早いみたいだね。みんな。みんな。まだ寝たくない奴らがいた。これがラストだぜ。本物の放送もう終わってんだからな。なんで残ってんのさ、ルームに。なんで放送が終わってんのにルームに残ってんのよ、君たちは。なんでルームから出ていかないの。いや、さっきなんか、お前、終わりみたいな、はい、バイバイって言ったよね、みんなにね。言ったんだけどな。なんで残ってんのかな、君たちは。ナイスナイス、よしよし、いいぞいいぞ。危ない危ない、当たるよ。ほらほら、これが刺さる。いいね、危ない危ない、終わってた。これだ決めた完璧じゃないか。危ない、終わっていたか今まだまだ死ぬわけにはいかない。若干終わりが見えていたが、ほらほらほら、よしよし、いいぞいいぞ。よしよし、それはお上手。ダウン追撃も、おまけにダウン追撃まで。危ないね危ないね。よし。決着をつけて。
横角横角横角寝てください。みんな、ありがとう。おやすみ。